はい、どうも皆さん、ハーバンはユハイチャンネルハイです。ということで、今回なんですけども、またまたね、デュエプレのエクストラパックのね、新カード情報が出ていましたので、皆さんと見ていきたいと思います。来ましたね、このカード。暴走機械、オーバースキルということで、貴族グレートメカ王のカードタイプクリーチャーで、コスト5のパワー3000。各プレイヤーは、自身のターン開始時、カードを1枚引くと、相手はこのクリーチャーを選べないということで、またまたね、強制ドローカードが、来たということで、まあね、何に入るのかなって思った時に、結局ね、キキカイカイとの組み合わせが良さげなのかなって感じだね。まあ相手はね、このクリーチャーを選べないんで、まあ最後の打点、爪の打点にはね、結構必要なカードとなってくるかなって思いますし、まあこのカードで結局出したターンは自分はドローできないんで、相手の方がね、最初にドローできちゃうんですよね。でも、キキカイカイとか、まあ、テクノバスターを立てていることによって、まあ、そのね、相手に対するメリットが、まあ、デメリットになってくれると。まあ、キキカイカイがなければね、とりあえずリソースにね、差はつかないんで、まあ、主なね、まあ、ドロソというね、サポートカードとしての役割がね、あるんですけども、まあ、コントロールデッキに入ってくるかと言われたら結構微妙なんですよね。まあ、オーバースキルに似たようなね、このルナブリッツフォークだっかな？それがね、全くもってコントロールデッキに入ってないんで、まあこれもあんまり入ってこないんじゃないかなって感じはね、まあこのクリーチャー選べないっていうね、唯一無二の効果は持ってるんですけども、まあそれでも、あんまりね、5コスっていうのがね、まあこれで4コス3コスだったらぶっ壊れなんで5コスがちょうどいいんですけど、まあなかなか結構難しいカードかなって感じはね、まあグレートメカ王なんで、まあ、ヴィーナス・ラ・セイント・マザーとかね、マーキュリーのグレート・メカオデッキに入ってくるかなとかも思いつつも、まあ、5コスで言うとね、ガトリンガーっていうね、もう優秀なドロソがあるので、まあ、置き型のね、まあ、海底鬼面城みたいな、わかりますか皆さん、海底鬼面城みたいな使い方をして、グレート・メカオデッキに数枚採用されるかなぐらいのテンション、勢いでね、見てたんですけど、まあ、それかあとパルティアを入れたね、パルティアライブラリアドデッキというね、外役オンリーワン選手権グランプリ第1回優勝みたいなデッキに入ってくるのかなと思いますね。まあ、ただ単に選べないアタッカーならね、まあ、オールディビジョンだったらオーバースキルぐらいなんですけど、あ、違う、オールディビジョンだったら後期ペトローバーとかがいるんでね、まあ、こいつの役割は少なそうですね。まあ、ニューディビジョンだったらまあ、オーバースキルでまあ、選ばれないんで、危機開会のまあ、打点として、役に立つかなってぐらいで、まあ、結構、使いどころはね、難しそうですよね。まあ、でも使い方によってはね、結構やっぱり強いカードなんで、まあ、ぜひともね、模索して使っていきたいと思います。まあ、多分次、水ブームの、ね、SR 発表されそうなんでね、発表を待ちたいと思います。いくぞ！はい、ってことでね、気づいたらとんでもないカード来てましたね。霊王騎トリファリオンということで、種族アークセラフィム、グレートメカオ、グランドデビルっていうね、まあ、よりどり緑の種族だね。もう種族だけでめちゃくちゃ強いっていうね。能力、ブロッカーでバトルゾーンに出た時、自分の山札の上から3枚を表向きにする。その中から進化ではないコスト5以下のアークセラフィム、グレートメカオ、グランドデビルを1枚ずつバトルゾーンに出し、それ以外をランダムな順番で山札の一番下に置くということで来ましたね。めちゃくちゃ強いんじゃないですかね、これ。まあね、リアルなカードだとね、霊王騎ブルファリオンっていうね、カードがあるんですけど、マジで能力的な要素ゼロですね。ブルファリオン要素ゼロで実装されるっていうね、本家をね、踏みにじってまでね、出てきたこのぶっ壊れカードなんですけど、いや、天文から出せるっていうのがね、めちゃくちゃ強いね。天文から2体同時に出して大量展開して、まあ次のターンもうゴリ押すみたいな。ビッグバンアタックのちっちゃい版だよね。まあもうそれビッグバンじゃないんだけど、全然ビッグじゃないんだけど、いや、かなり強いんじゃないですかね。まあ、今回のアガピトス枠だよね。結局、デュエプレってね、コスト踏み倒しカードがめちゃくちゃ強いんですよ。まあ、アガピトスがね、アガピトスだって1体だけ出すだけでめちゃくちゃ強いしね、こいつ最大で3体出せんだから、弱いわけがね、ないんだよね。まあ、アークセラフィムとグランドデビルと、グランドデビルなんだっけかな、もう1個。あ、グレートメカオか。それで何出すの強いのかなって思った時に、ラビオニスク、ラビオリニスクとか、あとメディカルアルナイトが出てばね、こいつのトリファリオン結構ループできたりできるんで、めちゃくちゃ強いかな。あとバルゾーとか出して相手のブロッカーとか打点戻しつつ、相手なんで妨害しつつとかって考えると、いや、めちゃくちゃ強いかな。
本当に天文強化だよね。本当に天文はやっぱり廃れないよね。優秀なブロッカーが出れば出るほど天文はね強化されるんで、いやかなり強いかな。一気に盤面も作れるしね。で相手が殴ってきた時にこっちが天文引いてアガピトスとトリファリオン出せば、まあ結局ねトリファリオンの上振れ次第では相手の盤面のね打点をめちゃくちゃ吸えるので、結局圧倒的防御カードにもなったり、圧倒的盤面をね形成して攻撃的カードにもなり得るっていうね、かなり万能カードなんじゃないでしょうか。いやこれね結構強いと思うよ。まあ、上振れなくて、まあ、1体出たとしてもかなり強いしね。結局トリファリオンも、ね、種族がかなり優秀なんで、こいつ自身がね進化ギャラクティーボルテックスの進化元にもねなり得る存在なんで、かなりね強いかなって思います。まあでもどういう構築になるか、結構構築面ではね難しいと思うんですけど、かなり上振れたらね強いカードなんで、ちょっとねこのデッキ作ってみたいかなと思います。さあ SR もね結構出てきましたね。次のフェニックスとかね発表されてほしいね。ってことでまたね新カードがね出され次第更新していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録グッドボタンねよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。